ぶっちゃけ月どれぐらい稼いでるんですか。映画鬼滅の刃はどうですか。男のメイクどう思う。はあ,あ。批判に耳を傾けて成長したクリエイターの中。この中に一人もいないように。<laughs> 専門家じゃない人がね、よく調べてもしょうがない。あのすべてのことによく調べて、なんやかんやっていうのは。僕はあの無駄だと思ってるんで。やばいね。今日は。<laughs> 準備ゼロだと、もう本音ですよね。 毎週日曜の夜7時からですね、生配信でゼミやってるんですけども、毎回レジュメという形で事前にですね、まあ、ちゃんと準備してるわけですね。今日こういうふうなことを話そうというのをメモを取ってるんですけども。しかしですね、全く準備なしで生配信やったらどんなことになるのかと。今日見てもらうのはですね、そんな実験的な動画です。ということで、えこんばんは、どうも、岡田敏郎ゼミです。 えー、この日の配信ではですね、レジュメのまあ制作が間に合わずですね、本当に準備ゼロでですね、リアルタイムで動画に寄せられたコメントにひたすら答えてるんですね。で、まあ、どんなコメントが届いていたのかっていうのをですね、一応あの、記録取ってるんで、あの、読んでみると、 オッドタクシーの最終回どう思いましたか鬼滅の刃の劇場版は好きですか、えー、メンヘラ女子は好きですかオリンピックもいますかコロナのワクチン打ちましたか男のメイクをどう思いますか好きなラーメン屋も本当にね。 とにかく目についたコメントに片っ端から答えてるんですね。バラバラなんですよ。えー、この動画はですね、3年前、2021年7月4日に配信した岡田敏夫ゼミ第401回を再配信しています。動画が終わった後もですね、追加のアップグレード情報、まあ、ちょっとだけあるので、えー、楽しみにしてください。それではここから、えー、その場でですね、行き当たりばったりの、えー、記録を見ていただきます。無料動画スタートです。実はその、今晩はですね、準備ゼロなんですよね。 今日の朝もう、あ、これはダメだと思ってですね、決心したんでですね、本当に準備ゼロなんですよ。だから、あの、今生配信を、あの、見てる皆さんとのですね、対話でですね、臨時ゼミを始めようと思ってですね、今日は本当にあの、コメントを見るためのですね、ディスプレイを3枚用意していただいてですね、えー、YouTube からですね、ニコ生から全部見れるようにしてるわけなんですよね。で、それでこうやっていこうと思います。えー、久しぶりにコメント会館、まあそうなんですよね。 岡田先生が納得したものが面白いと思いありがとうございます。そういうふうにね、甘やかしていただかないとですね、ちょっと今回は先行のハサウェイ、<laughs> 先行のハサウェイをまた聞くわけですね。ハサウェイ語ってですかまあ見てないですからね。あハサウェイね、見てみますかね。なんか本当評判はいい,い,いんですよね。えー、噛み切った、噛み切りました。はい。えー、と。 うーん、まあまあね、あのー、見てみようとね、最近さすが思ってるんですど、ちょっと面白そうじゃないですか。なので、やろうと思います。じゃあ、えーとね、なので、ゴジラ SP、あゴジラシングラリティポイントですね。あの、語ってほしいです。オッドタクシー、最後どう思いましたかオッドタクシーね。<laughs> <laughs> オッドタクシーだったらあるぜ。 <laughs> あのね、オッドタクシーっ、ね、て、あの、すごい好きなんですよ。すごい面白かったんですよ。買ったんですよとか。過去形で言っちゃってるんですけど、すごい面白いんですけどもですね。な、なんでしょうね。最終回のですね、もう、直前ぐらいまで僕のこう期待値マックスに上がっててですね、これなんかね、どういうふうになるんだろうなと思ってたんですけどもですね、最終回見て、まあまあ、ネタバラにならないように言うんですけども、 最後がですね、何かあれって感じだったんですよ。いや、最後の最後では、あの、まあまあ、あの、一つ残ってた謎も解けて、ああ、なるほどというふうに思ったんですけどもですね、あの、あれ、見た人にだけわかる言い方で言いますけども、あれ、あの、最終回滑りましたよね。あの、うん、<laughs> 滑ったっていう言い方でいいんだろうな。えー、すごい面白いんですけども、どうも、その、ラジオ形式で YouTube で流してる、 格話ごとのですね、裏番組みたいなのがあるんですよね。で、それとですね、連動して楽しめるようになってるんですけども、あれ、いらねえなと思ってですね、<laughs> いらねえなっていうのが変なんですけども、あの、100日後に死ぬワニのですね、あの、最終回の後ですね、なんか急にいろんな展開がこう出てきてみんなが一気に盛り下がったっていうのあるじゃないですか。あれと同じで,ですね、なんかその、最終回のラスト2分ぐらいなんですけどね、それでですね、その、 あの、YouTube の、まあ、ラジオ番組みたいなやつとの展開があってですね。あ、最終回見るべきではないのかという,うに聞かれたんですけど、いや、違います。最終回までもう本当に面白いんですよ。最後2分って僕言ったんですけど、最後2分も面白いんですよ。ただ、最後2分で、んあの、それまで綺麗に綺麗に決まった決まった決まった技が、最後着地でぐらついたという感じなんですね。で、えー、アニメのファンってこう優しいから、 滑ったというふうに考えずにですね、なんか考察しなくちゃというふうに考えるんじゃないのかなと思ってですね、そこら辺がちょっと引っかかりましたね。でも最後の最後まで面白いんですよ。だから僕は本当とオードクは点つけるんだったら本当百100点ですよ。マジで。マイナス1点もないんですよ。本当に。100点面白くて100%面白いんですけど、最後の最後で、おや、演出がミスしたな、演出がミスしたじゃないんですね。 原作書いたのが漫画の人だから、すべての情報をコントロールできることに慣れてると思うんですね。それがアニメーションっていう人は、あの、集団芸術でやっちゃうとですね、その自分の書いた設計図との差がよくわかんなくなってくる。だと僕は思ってるんですけど、そういう事情じゃないかなと思ってるんですけどもね。うーん、なんかね、ちょっとね、これね、後でね、あの、もう少し関係する部分っていうか、まあ余談になるけど話してみようかなと思います。 えー、映画、鬼滅の刃はどうですかああ、鬼滅の刃ね。あの、ブルーレイ買って見たんですけども、やっぱ冒頭あの、何ですかね。一番最初の15分ぐらいかな。見て、あらら、辛いなと思って。僕やっぱ鬼滅の,あの刃って漫画がすごい好きなんですよ。で、漫画がすごい好きなので、 アニメの方もまあまあ最後の方は飛ばし飛ばしだけど最後まで見たんですけどもやっぱり漫画の方が面白いなというふうに思っちゃう人間だったんでですねあのうーんうーんそんな乗り切れないもんままあ、最後の方はあの戦闘シーンがすごいって聞いてるんでそこだけねこう見ようかなとは思うんですけどもですねうーん岡田先生はメンヘラの女性をどう思いますか面倒見てあげたいと思いますか まあまあ、ちょ、YouTube の方に変なコメントが読んでしまったからにはなんか考えなきゃいけない。メンヘラの女性をどう思いますかって、面倒を見てあげたいと思います思わないですね。どう、どうなんだろうなぁ。メンヘラの女性を見て、メもう面倒を見たいと思うかどうかとか、例えば自分の子供がメンヘラだったら、それはまあ、あの、面倒を見るしかないですよね。ただ、自分の彼女がメンヘラ。うん。 彼女になってからメンヘラになったら、しょうがないけども、あらかじめメンヘラだったらねあ、もう、もうね、あの、63ですから、そういう女とは距離を取るというのを学びましたからですね。<laughs> そんなことはですねスラ、転生したらスライムね。わあなんか、まあまあ、その辺の、何内のアニメを見た、見ましたかとか、感想どうですかっていうのは、ちょっとね、キリないからやめましょうか。<laughs> なかなかしんどいな。進撃の巨人はいつ頃語る予定ですか そうですね。漫画も全部出て、単行本も出たので、えー、まあ、いつでも大丈夫ですね。あの、もう本当に自分の中で盛り上がってきたら、そんな感じですね。 なので、まあまあまあ、こんな感じでですね、えー、オリンピック見ますかって見るわけないでしょ。そんな、オリンピック見る人頭どうかしてますよ。だから、100メートル競技見たいんだったら、僕、前から言ってるんですけど、あの、オリンピック見る人頭おかしいなと思ってるのは、例えばそのオリンピックの100メートル走を見るんだったら、普段から陸上競技場行って高校生の100メートル見て、 で、社会人の100メートル見て、県大会の100メートル見て、で、オリンピック見るんだったらこれ話通じますよ。だから、それは100メートル層見るのが好きなんでしょうと。ところが、オリンピックだからといって見るっていうのは何でしょうね。 新作だからアニメを見るというほど愚かな行為 <laughs>。あの、夏の新規のアニメだから見るというぐらい愚かな行為 <laughs>。いや、なってなんかね、それなりの時間と集中力で見るんでしょ続こうとは自分の頭の中に入ってくる栄養素みたいなもんで、そんなもんをジャンクフードで満たしてもしょうがないじゃないですか。だからオリンピックなんていうのはジャンクフードみたいなもんだから見てもしょうがないというふうに思ってるんですけども、やばいね、今日は <laughs>。 準備ゼロだと、もう本音ですよね。国威公用になる。いや、だから、運動会で国威公用しようというね、根性が貧乏、<laughs> 貧乏な国の、あ、そうですよ、そんな。 もう、僕らの国は、いや、今最近落ちぶれてるからといって、国際運動会でなんか金メダル取らなきゃいけないほど、なんかこう気持ちが、気持ちまでね、こう、なんだろうね、薄ら寒くならなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、切り抜きが楽しみだそうですね。あ、行為発用か、また間違えちゃった。あーえー、あとなんだろう。 山田五郎チャンネルから、肖像像が映らなくなったのは岡田さんのせい。あ本当だ最近山田五郎チャンネル、あの山田五郎さんが、あの、ゲアートに関して解説するところ。そこ、この間までここにあの、裸の女の子いましたよね。あれなくなったのは岡田さんのせい。うーんとね、いやあれ、多分 YouTube 規約、 に引っかか今のところは大丈夫だったんだけど、なんだ、なんでしょうけども、これからずっと動画を上げていくときにですね、どこで引っかかるのかわかんないので、それでやめた、やめちゃったんじゃないかなというふうに思いますね。う クレヨンしんちゃん、栄光焼肉ロードについてとか、いや、だからもうそのね、あの、何々についてっていうのはやめましょうよ <laughs>。あの、そんなに語りたいものがあったら語りますし、俺の中では話したいものがこう、こうストックになってるので、そこら辺は <laughs>、まあまあ、あの、えー、っと、投稿フォームから投稿していただいたら一応見ますけどもですね、ちょっとそれしんどいですね。YouTube の規約、解約してる。ああ、YouTube の規約はね、あの、本当にね、しょっちゅう変わるんで、 もう本当にね、最近台風が多いねと同じように文句言ってもしょうがないなというふうに思ってるんですけども、あの僕もね、あの自分の好きだったちょっと後であの YouTube の話しようと思うんですけども、あの YouTuber のですね、あの方のですね、なんか動画がほとんど、まあ、自主的に削除されてしまってですね、見れなくなってですね、えらいこう寂しかったですね。なんかそういう、あの YouTube にいろいろされるのは、 ま、仕方がないって、あ、まあ、これはもう本当に自然現象みたいなもんだというふうに思ってるんですけども、あの、自主的にね、なんかこう、先回りして、例えばこう、ファスト映画のですね、さ、あの、騒ぎっていうのが先週あったじゃないですか。だからそういうふうなもので、いや、自分の動画も、ひょっとしたら著作権法に反してるんじゃないのかというふうに思っちゃうわけですよね。で、えー、思っちゃった後で、その、 コメント欄にそういうことを書く人いるんですね。僕も自分のね、動画の切り抜きの人を見てるんですけど、さすがにね、僕の動画にもそんなことを書くような、トンチンガンの人はあんまりいなくなってきたんですけども、あの、切り抜きの方が、まあ今はもうはっきり言っちゃいますけど、僕のこの親チャンネルよりですね、あの、僕の切り抜きチャンネルの方がもう再生数多いんですよね。登録数では僕の方が多いんでしょうけどもですね、再生数では僕の切り抜きチャンネルの方が多いんですよ。で、そういう切り抜きチャンネルのところ、再生数が多いということは、 その、まあまあ、年若い、純真なユーザーの方、視聴者の方がそっち行ってるわけですよね。で僕のところに来てるのは、なんだかんだ言っても,も、もう、海戦山戦のですね。<laughs> まあまあ、今見てるような人ばっかりが来るわけじゃないですか。<laughs> こんな、広雪がというふうに言っても通じるし、あの、オリンピックなんか見るはずないじゃないですかって言っても、コメントが別に、今、この瞬間、炎上してないんですよ。 しょ、これぐらいですね。まあ言っちゃう悪いですけど、健全なチャンネルなわけです。<laughs> 健全と言ったらいいのか、<laughs> ひねてるって言ったのか悪いのか。で、 あのところがですね、切り抜きの人たちは、だからもうみ,みんな純粋なことだから、えー、ジブリのアニメってそうだったんですか知らなかったとかですね、頑張ってくださいとかですね、あの、っていうです。もう切り抜きチャンネル全員僕がやってると思い込んでる人たちばかかがこう、<laughs> わーっと書き込んで、そうすると、まあ大体30発言、三十コメントに1個とか40コメントに1個ぐらい、このチャンネルり著作権上問題があるのではないかとかです、ね、そういうふうなことを書く人がいるわけですね。で、 もう切り抜きやるような人は、まあ、ある程度慣れてるから平気なんでしょうけども、そういうことに耐性があるんですけども、ところがですね、普通に、例えばその、マニアの人とかがですね、あの、普通のチャンネルやっててですね、漫、ま、画、あの、あの、なんだろうな、あの評論とかやってるところもあるわけですけど、そういうの人たちは、そういうコメントがたまにあるとね、すごいね、その、落ち込んじゃうっていうのがあるんですね。で、落ち込んでもう、先回りして不安になって、で、自分からもう、 言われてもいないのに、コメントに2、3件書かれただけで、もう世間はそういうふうに思ってるというふうに思い込んじゃって、で、自主的に削除して、で、もう一回、あの、著作権的に必ずクリアにした形でやろうと思いますとか。いや、お前ら大体クリアな形でやってるよ、とか。<laughs> なんか、あの、そういうね、あの、本当にね、たまにいるようなそういう、あの、文句つけるような奴らに、いかに平気になるのかっていう、 心構えの話なんですけど、まあ、僕はあのサイコパスですから、そんなことを言われてもですね、なんかこう、そういう発言をほとんど削除しようとすら思わないんですよね。あの、お互いに喧嘩になりそうなやつは、YouTube のコメントでもまあ勝手に削っちゃったりしてますし、あともう、あの、なんだろうな、こいつは本当に明らかに置いとくと汚れる。あの、前から話してるんですけども、あの、 食堂にゴキブリいたら潰して見えなくするじゃないですか、<laughs> 当たり前ですけど。それと同じように、そういうふうなコメントは潰して見えなくするっていうのは僕は平気でやるからですね。あの、ある程度コメント欄っていうのがあの維持されてるんですけども。まあね、気の弱い普通の人間はね、コメントを削除するっていうのができないんですよね。コメントを削除するっていうことは逃げてる気がする。 批判に耳を傾ければ、傾けなければいけない気がするっていう。そんなルールどこにもないし、批判に耳を傾けて成長したクリエイターなんか、この世の中に一人もいないのに、<laughs> 山田頃に聞いてみりゃいいですよ。そんなんで成功したクリエイターいますか <laughs> そなのになんかそういうふうについ,つい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 考えちゃって、なんかコメント消せないと思って,てる。で、そういうふうなことを本気にしてわーっと考えて自分でね、 あの、せっかく作った動画、面白いやつがあるんですよね。で、そういうのを削ってしまうわけですよね。誰にも幸せにもならないですよ。それ、書いた人間もですよ、ね。別にそのチャンネル好きで見てるから、著作権これで、あの、大丈夫なんですかこれ、あの、あの、違法じゃないんですかって心配して書くんでしょうけども、その心配する心をね、ちょっと抑えりゃいいだけなんですよね。騒ぎさえ収まっちゃったら、そういうふうなチャンネルもそこから伸びていくわけですし、誰の得にもならないこと、なんでやっちゃうんだろうな、と思いますけどね。 えーザざザざザざざっと。ぶっちゃけ月どれぐらい稼いでるんですかあの、あれじゃないですか。えっ、ー、とね、ひろゆきの言っている通り、切り抜きが伸びてからは、うちの会社も、こりゃ儲かるよなとは思いますよ。えっ、ー、とね、いや、それでもね、あの、月1000万はいかないですよね。当たり前ですけどもですね。所詮は、 登録数39万のユーチューバーなんですよ。で、登録数39万のユーチューバーというのは、どれぐらいなのかというと、もうネットで調べてみてください。まあ、ネットで調べて、あの、だいたいユーチューバーの収入いくらかというのをやったら、あの、出てきますからですね。そんなもんですよね。あの、なんだろうな。で、えー、入ったお金が次々に出ていくので、月当たりのうちの会社の収支決算っていうのは、わずかに、 えっとね、去年は黒だったかな去年初めて黒字になったんですよね。本当にお恥ずかしい話。去年やっと黒字になって、その昔ダイエットで稼いだ金をこう、会社に貸してたのがようやっと帰ってきてたという状態だったんですね。赤字なのそうそうですよ。去年からあの、ようやっとあの、黒字に転換したぐらいですよね。よかった、よかった。一番何に一番金を使ってるまあそうですよね。 あの、家賃人件費資料費がもうほとんどそうですねそんな感じですよ。ああなんかねあの儲けてもねなんかそんなにあのいいことがないというかね儲けてもんじゃないな儲けたら使えるからいいんですけどもですねあの、貯めてもそんなにいいことがないんでですね あの、あんま考えないですね、そこら辺は。あもう本当に自分で下手なの分かってますからね。えー、じゃあ行こうか。えっ、ー、とね、あの、一応ですね、見てる人にちょっと聞きたかったんですけども、最近気になったニュースありますかとか、あと、ゼミで取り上げてほしいネタありますか 個人的なニュースあったら教えてくださいとか、あと、ま、腹立ったこととか、楽しかったこととかですね、そういうのがあれば、ちょっとコメントしてくれればですね、それに考えてみようと思います。うん、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 うん。伊豆のド土ャル。ああ、土石流ね。いつ。ファスト映画。ネットフリー低賃金ね。企業ワクチン。コロナはいつまで続くのか。富士山噴火。 アフターコロナの世界、太陽光発電、ワクチンの賛否、ワクチン打ちましたかワクチン多いなぁ。3ほほほほほ体読みましたかゴールデンカムイは特集しないんですか今好きですけどね。うん、ほん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 。あ、ネットフリーアニメとか、あとなんかファスト映画とか多いなぁ。忍者キャプター見てましたかいや、それ見てましたけども、主題歌は大好きですけども、これ以上何も語れないじゃないですか。<laughs> 忍者キャプターを、なんだろうな、わかるように語ろうと思ったら結構大変なんですけどもですね。 えー、どれから行こうかなあの、どうしようかなうーん。どれ、どれ、どれってこともないな。ワクチンに関しては、あの、一応僕、やっとね、先週ね、あの、ワクチンの例の、なんだろう、あの、厚生省から来るワクチンのチケットが来たので、行きつけの医者に、 あの電話してその場で予約取ったらやっぱ1ヶ月先だというふうに言われたんで7月の末に1回目打って8月の半ばに2回目ぐらいですねそれぐらいのペースであのやろうと思いますででそのワクチン打つ打たないっていうのはいろいろあるんでしょうけども僕にしてみればあのなんだろうな旅行行きたいので早めに打って あの大丈夫な状態僕、自分が人にうつさないような状態にしたいぐらいに、えー、しとこうと思ったんですけど基礎疾患ねあの呼吸困難いわゆる CPAP プという呼吸器使わないとまあ、寝てる時に呼吸止まっちゃうという症状はあるんですけどもなんかねそれぐらいではね早く別にならないみたいですねだからもう世間の63歳並みのタイミングで来ましたよね。 おー、家族2回目打ちました。いいですね。ワックはよく調べてからにした方がいいですよ。専門家じゃない人がね、よく調べてもしょうがないですよ。あの、すべてのことによく調べてなんやかんやっていうのは、僕はあの、無駄だと思ってるんで、あの、自分の命なんだから好きに使おう <laughs> と思ってるんでですね。じゃあもうワクチン打ったこうと。<laughs> あの、ワクチン打って人にうつすていうふうなことはないのでですね。どっかにね、 仕切り線っていうのがあるんですよ。踏み込みポイントっていうのかな。これに関してはこれぐらい考えようって踏み込みポイントがあって、僕にとってはジブリのアニメの踏み込みポイントはすごいと思うんですよ。そういたいんですよ。すい,い,すよいやいや、もうちょっと考える、もうちょっと考える、いや、もっと突き詰めてっていうふみをパーンなんですけども、コロナのワクチンでしょ。で、こんなもんね。 あの、2年や3年で世界から消えるはずがないじゃないですか。変異種が次から次へ現れて、僕は前からこれは、あの世界戦争と第3次大戦だって言ってるんで、少なくとも3年4年続くもんだと思ってるからですね。今ワクチン打っても、まあ、多分年末にはまた次のやらなきゃいけないんで、来年も再来年もっていう風にずっと続くのが5年ぐらい続いて、ようやっとある均衡点に達するという風に僕は思っているのでですね。もう早いうちに、あの、打って、で、なんか悪いことが出たらそれはもう自分の人体実験だと思えば いいという風に思ってますけどね。うん。てな感じで考えております。えー、なんかもうすごいな。あの youtube の,方の無料メッセージがあまりのすごい。早い速度で出てるからちょっと読み切れないですね。ご,まんな <laughs> ごめんなさいです。 さて、好きなラーメン屋を教えてください。ま、あ、いきなりちょっとランダムにコメントを見たら、好きなラーメン屋ですか好きなラーメン屋。あの、好きなラーメン屋。んや。僕あの、吉祥寺の一覧と一風堂に交互に行ってるだけですね。えー、そ、そこだけですよね。あの、ほ、ほにね、食生活に関しては、どん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 幅が狭まってきてですね。もうあの、 行く店を一週間先まで大体決めてるんですよ <laughs>。で、で、もうこの日はここに行って、こ,この日はこの行って、で、たまに自分にご褒美で、ロイヤルホストに行くっていうのを決めてですね。ロイヤルホストに行くときはもう自分でご褒美デーなんですね。で、ロイヤルホストに行って、ステーキピラフとかですね。あと、あのー、クラブハウスサンドイッチとかですね。そういう、まあ、まあ、本当にしょうもないものを食べてですね。楽しんでますね。あと、うーん。うん、そう。 なんでね、そういうふうに食生活をどんどん縮めたのかっていうと、うんとね、いや、自分なりに理由はあるんですけどね、あの、あこれはやっぱ美味しいよなっていうふうに、にやりとできるものばっかり食べようかなというふうに、 思っていると、ラーメンはね、僕にとっては、電車に乗ってまで食べるもんじゃないんで、吉祥寺だったら、一蘭と一風堂だったら、少なくとも三口目ぐらいまで、やっぱうめいなーっていうふうに思えるんでですね、一蘭と一風堂を残していると。で、富士そばは、あー、なんかね、一口目すっごいうまいとこがあるし、あと、花丸うどんの、あの、牛肉うどんですね、あれもね、なんかね、天かすとかいっぱいかけるとね、 一口目、二口目ぐらいは、うわ、うまいなっていうふうに、やっぱ、未だに心の底から思えるんですね。だから、花丸うどんもですね、ローテーションでこう、入れてると。で、あとな、まあまあ、そういうふうな感じですね。あ,あと、あの、王将の餃子なんですよね。吉祥寺でね、王将ないから、あの、中野まで行くんですよ。で、中野の万だらけに行って、ブリキおもちゃとか、ああいうのを見て、で、その後ですね、中野の王将に行ってですね、えー、餃子を食べると。 で、餃子の他に何か頼むんですけども、やっぱり餃子だけが一番いいと。思いながらも毎回ちょっとこう浮気しちゃうんですね。なんかやっぱりチャーハンのですね、あのー、なんかぴったりサイズ食べようとかですね。なんかいろいろ思うんですけどやっぱり餃子が一番美味しいんでですね。二口目以降は美味しくない。うーんなことないですよ。ただ、王将の餃子で言えば、一個目、二個目、三個目というふうにですね。大体こう、美味しさが減っていくじゃないですか。そうすると、 まあね、一人前ぐらいが、うん、美味しさが維持できる限度ぐらいかなとは思いますね。だからまあそれだけでは腹太、太んないので、あと一個なんか食べてっていう,う感じです。まあ、そういうですね、一食に一回とか一日に一回ぐらい、やっぱりこれうまいなっていうふうに思いたいのですね。そんな感じで一週間先まで決めてるという。まあ渡部さんのようですね。<laughs> あの、アンジャッシュの渡部さんがですね、昔、あの2年ぐらい先まであのレストランの予約が埋まってるというのが言っててですね。で、 ああ、それはなんか本当に美味しいもの食べようと思ったら、予約予約予約となってそういうふうになるっていうのが、まあ分かるなと思ったんですけど、それの、まあすごい、あの、せこいやつをやってますよね。うん。あとはなんだろう、うん。意外と庶民的ですね。ああ、庶民的っていうかね、味がこう子供なんですよ。男性酒飲まないでしょで酒飲まないし、あのー、あとね、その、海産物の高級なやつ、 ウニとかフグとかがもう全く好きじゃないんですよね。な,なので、そんなね、高いところに行ってもしょうがないんですよ。だから、あのー、なんだろうな、高い食いもんって俺僕にとってはガレージキットと同じようなもんで、訓練された舌とか訓練された感性っていうものがないと楽しめないですね。だからガレージキットは僕はもう買いもしないのと同じようにですね。あの、まあ、まあまあプラモデル。でもプラモデルも最近しんどくなってきたからレゴっていうふうに落ちてきたのと同じように、 まあ、あの、お寿司だったらこの辺っていう感じですね。えー、あ、昨日もなんかスシロー行きましたよ、スシロー。だから、で、スシローの寿司がうまいのかって言われると、別にスシローの寿司はそんなうまくないんですよ。ただ、スシローのエビ天はうまいし、エビの天ぷらはうまいし、あと何だろうな、なんかラーメンがね、スシローのラーメンがね、やっぱり、半分ぐらいまではすごいうまかったですよね <laughs>。 結構、なんかそういう舌が、あの、もう本当に子供なのでですね、訓練されてないんですよ。だから、俺のあの、アニメ論を見るような目で、えー、俺のグルメ論を聞いてはいけないと。俺のグルメ論は多分皆様以下ですからですね、そんなに当てにしないでください。カップ麺はああ、カップ麺ね。カップ麺。なんかまだ食い物に関して聞くのね。カレーはどうでしょうか カレーね、カレーは、いやだからまあ、ロイヤルホストに行くのはそこですよね。ロイヤルホストに行ってカシミルカレー食うか、ジャマカレー食うかで満足しちゃうし、あとはもう本当にここ一レベルで僕は満足しちゃいますよ。それは、なんか、あの、わがまま言うと大阪のですね、あの、ヨドヤ橋の近くにあるですね、スリランカ風のカレーの、もう本当にカレーの上にですね、いろいろおかずがどっさり乗ってるところとか食べに行きたいですけども、その、 飛行機乗ってまでなんか食べたいというような人間ではないのでですね。まあまあ、吉祥寺で済ますんだったら、まあね、老い方だったら、群れの、群れっていうね、場所からですけど、群れの老い方だったら、まあ歩いて2、30分圏内だから、ちょうど片道行って帰ったらいい運動になるからそれぐらいですよね。食い物の話興味ない。あ、そうですね。すいません。食い物の話これぐらいでやめときましょう。で、最近行ったニュー、あの最近のニュースとかそうですよね。 <laughs> えー、中国バサスイーロンマスクの第二宇宙戦争。日常系アニメの海外展開は可能ですかああ、中国製アニメについて。おーうーん、特に見解がないようなもんですよね。男のメイクどう思うはあ。男が美しくなるかどうかは僕に関係ないので意見がないんです。あのー、これね、多分、 ポイントオブビューのコツだと思うんですけども、さっきもほら、あのワクチンに関してよく考えてるというのにして、いや、俺はいい、もうこれ、ここまででいいっていうのと同じように、ポイントオブビュー、つまり視点を持つっていうことは、すべてに関して考えてるとキリがないので、自分の本当に踏み込みポイントを決めた方がいいんですよ。だから男のファッションとか男のオシャレとかですね、その男のメイクに関しても多分考えりゃなんかそれなりに、 あの、できるんでしょうけども、僕の踏み込みはそこまで、あの、深くしようという気がないので、いいんじゃないですかやればどうですかとか。女装系男子あ、いいんじゃないですかやればいい。いいじゃないですか僕、やろうと全く思わないし、ホリエモンが、綺麗なおカマの方が、不細工な女よりいいだろうって力説した時も、本当に僕は、全然共感できないけど思って、な、なんでですかホリエモンさんって。 いや、まあ、それを、なんだろうな、あの、せこい実写より、できないアニメの方がいいだろうっていうふうに、例え話ですり替えられると、ホリエモン、確かにその通りだねって言ったかもわかんないですけどもですね、そんな例えもなかったから、ホリエモンのですね、男の子はいいよって言った、あの、綺麗な男の方が、あの、下手な女よりいいよっていうのに関してはですね、全然納得できないわというふうに思いましたよね。 いやー、シャツ綺麗な色です。あ、ありがとうございます。これはあの、なんか前からあの、この半年ぐらい僕のスーツを作ってくれている仕立て屋さんのですね、見立てなんですね。あの、サファリジャケットとかどうですかというふうに聞たら、いや、川口博士探検隊みたいなの着たいよねって言ってたら、じゃあまあとりあえずシャツでやってみましょう。で、これがいけると分かったら、秋ぐらいに川口博士みたいな <laughs>、なんかこう、もうちょっとこのアースカラーなものとかですね、こうやってみようかなというふうに思っていたんですけどね。 うーん。警察官に見える、そうかもわかんないなぁ。さて、じゃあ、なんか話そうと思ったことは、あ、あった。あの、ゴジラ対コングね、見たんですよ。あ、もう30分になった。<laughs> もう、ええー、と、もう、もう、もういくつぐらい話していくかな。ゴジラ対コング見たんですけども、どうしようね、これ、ネタバレ警報出した方がいいのかなあのね、 ゴジラ、あのね、本当にね、ゴリラ番長とトカゲ番長の対魔映画だったんですよ。本当にね、人間ドラマをほとんど放棄してるんですよね。であの、ネットフリックスの全裸監督と同じ作りです。ネットフリックスの全裸監督って人間ドラマがあるふりをして、 あそこにあるのはもう顔芸の世界なんですよ。深刻な顔して悩む、あのなんかこう、ダイヤモンドエイドの社長とかですね、なんかこういろんな複雑な顔をするとか、山田隆之が面白い顔をするというですね、演技みたいな顔芸があって、 で、すごい盛り上がりがあって、ものすごい嫌な悪役が出てきて、で、それに関して、すごいなんかな、テンパった、あの、シチュエーションとか、追い詰まられたシチュエーションがあってっ、とていうですね、ほとんどあの、アクション映画のノリで作ってるから、全裸監督って面白いんですね。こう、全裸監督2も面白いんですけども、あの、映画ってドラマを追求するか、ドラマを放棄するのかの、 僕は面白く作るにはどっちかだと思ってですね。ゴジラ対コングはね、まあ、実に見事に人間ドラマを放棄してるとこで、これ、この、これまでの怪獣映画でなかなかできなかったやつなんですよ。あの、昭和の時代からゴジラは余計な人間ドラマが入って、後でそれを見ると退屈なんですけどもですね。だからといって、じゃあ怪獣が出てきてバトルしてたらいいのかっていうと、それもね、割と退屈だから見れないんですね。特にその、前も話したあの、怪獣映画の いわゆる怪獣屋の怪獣って着ぐるみなもんで、着ぐるみに格闘されるのってすごい難しいんですよね。あの、腕の長さが違う、リーチが違うとかいろんな条件があるの。だからどうしても高戦技の打ち合いになっててですね、その、それを見せられても、トランスフォーマーが面白い人だったらいいんですけども、僕はトランスフォーマーの戦闘シーンで寝てしまうような人間なので、派手な、なんかこう、絵面のいい、なんだろうな、あの、バトルが永遠続くと、 カーチェイスシーンとか、トランスフォーマーの、なんだか戦闘シーンとか、アベンジャーズの戦闘シーン、全部眠くなるんですよね。なので、あのー、昭和後期から平成のゴジラシリーズのバトルもの、バーサスものってやつもものすごい眠くなるんですよ。で、見れないんですけども、ゴジラ対コングね、眠くならなかったんですよね。あまりにバカ映画で、もう本当にね、ジョジョとかね、ジョジョじゃないな。 ビーバップハイスクールですかゴリラ番長と小影番長。で、その人間ドラマをほとんど放棄するっていうのは、シンゴジラでやりかけたんですけど、シンゴジラ、まだね、なんとなく人間ドラマが残ってるんですけども、本当にね、ないので、あの、 今のうち言っておきますけど、ゴジラ対抗の見た後に何にも残ないですよ。何にも残ないんですけどもですね。<laughs> まあ、前編日本のアニメとか特撮のオマージュ、もう特にあの、海の上での対決シーンはエ、エヴァの7話ですね、明日か来週ですで、ね、やってくれましたね。あの、ラストすごいんですけども、ここだけネタバレ、危険出しときましょうか。 どうでもいい映画なんで、ネタバレってことはないですけど、あの、最後、ゴジラとコンが戦ってですね、ネタバレですよ、ゴジラとコンが戦って、まあ、勝負がつかないわけですよ。勝負がつかないわけですよ。で、最後ですね、また、ゴジラとコンが、またゴジラとコンが向かい合って、ああ、あって、お互い吠えるんですよ。もう本当に、やんのか、これは、なあやんのか、これは、おい、なんやねん、なあおい、やんのか、おい、やんのか、やんのかって言って、 ゴジラが海に帰って行ってですね、そのゴジラの刀目でキングコングが向こうに見えてて、あいつも男だみたいな顔をキングコングがしてやがるんですよ。<laughs> バカ映画でしょ。<laughs> 完全なヤンキー映画なんですよ。<laughs> そこが良かった。<laughs> すげえなーと思って。で、あのシリーズってだいたい最後に、こっから先こういう風になりますよっていうですね、なんかあの、ちょっとした次へのコネタみたいなのがあるけど、全く何もないんですよね。 だからもう本当にあのゴジラ大根でこのあゴジラシリーズは終わりますっていうふうな感じで綺麗に終わってくれたんですけどもなんかあのあまりに全世界でヒットしてるんでですね早速続編決まったそうでであのゴジラ大根の監督がまた監督するんですってねなんかよくわかんないですけどで さらにドラマを減らすって言ってるんですよ。今回でドラマは、あの、なんだろうな、7割減らしたけど、次回は8割減らすって言ってて。で、できればもう本当に怪獣だけで話したいって言ってるから、よくわかってるなぁというふうに思います。いや、なんかそんな感じ。まあ、逆に見たくなる。そうですよね。 逆に見たくないも、まあ、本当にね。えゴジラ今後見る前に前作を見た方が。いや、そんなことはない。それ。前作見てもそんなに変わんないですよ。今のうち言っときますけども。<laughs> いやいや。あとな、何かなあと一個ぐらい話しときましょうか。ずーっと本当にね。あの、あの、飯のことばっか話してたから。あのね。YouTuber の話さっきしたじゃないですか。で、 最近ね、なんか、どんなユーチューバーを俺見てるのかなと思って、えー、自分の見てるユーチューバーはちょっとリストアップしてきたんですけども、あの、さっき話したのはですね、えっ、ー、と、なんだっけ。あ、グチメン勝利スタートレックゆっくり解説っていうチャンネルなんですよ。<laughs> グチメン勝利スタートレックゆっくり解説。まあ、登録者数4630人っていうところだから、 すごい少ないチャンネルなんですけども、スタートレックをですね、かなりこう基本からわかる解説してくれるんです。僕はね、すごく好きだったんですね。で、ところが、例のファスト映画騒動でですね、過去動画をですね、全部削除して、で、また一から作るって、いや、多分ね、コメントとかで余計なこと書いてる人がいたんでしょうなと思うんですけども、だから、こう、愚痴面勝負、スタートレックゆっくり解説がもう見れなくなってしまったんで、今の僕の楽しみはですね、あの、現実を生きるリカちゃんっていうですね、まこれは登録者数16万人以上ある、 中堅なんですけども、あのリカちゃんの人形を使ってなんだろうなあの今のズボラ女子みたいなあの着物女子みたいなものを毎日見てくれるんですけども、まあモーニングルーティンあたりから見出したんですけど好きですよね。テーブルの上の小物とかがすごい凝ってる。あのね、あの現実を生きるリカちゃんをやってる人ってドールハウスとかねああいう小物を作るのが好きな人ですよ。だからセットがめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。 普通の壁で撮ったりせずに、ちゃんとあのマンションの壁風の壁紙を2面用意してそこの角で撮ったりしてるし、あとね、テーブルの上のメイクセットにあのビガンローラーがちゃんとあるんですよね。で、こうビガンローラー見た時に、うん、すごいとかいう,うに思いましたね。それ好きです。あと、今あの、一番好きなのは、あの、登録者数がですね、6370人しかいないんですけども、サルバトーレスズキイン複流 CC っていうですね、 なんかこう、サルバトーレ鈴木ってカタカナで検索したら出てくると思います。サルバ,サルバトーレ鈴木さん。これね、今多分日本で一番面白いチャンネルだと思うんですけども、あのー、ま、昔の漫画を紹介するチャンネルなんですよ。あのー、まずね、13号発信せよっていうですね、えー、大昔少年マガジンかなに掲載された、 鉄印28号が流行ったんだから、俺も、なんか横山ミステリー先輩の漫画家だから、ま、ロボット漫画描くぜって思った漫画が描いたその漫画の紹介がめちゃくちゃ面白いんですだからまずあれを見て、あとはね、ジャンプのあの漫画の紹介とか見てください。ジョジョとかバオとかですね。まああと何を見ても OK です。あの、個人的にはね、 今の,その脳みそとあとなんかナイフ持った猿だかな,なんかあの <laughs> とのですね掛け合いでできてるあのチャンネルなんですけど昔あのなんだろうえーその YouTuber の人が実際に恐竜の頭のかぶり物かぶってて手に恐竜のパペットを持ってて恐竜ちゃんっていうやつと掛け合いするタオルくんを思い出すようなそういうのをねやっててその頃も好きなんですけどとりあえず今の完成度が高いとりあえずあのゆっくり とかで、こう、二人で掛け合うやつって、もう、くだんなくて見てられないじゃないですか。まあ、普通僕があの、ゆっくり解説とかね、割とね、好きで、昔見てたんですけども、やっぱあの辺の、な、なんつうかな、かな、小芝居というか、下手な芝居みたいなものが、時間が無駄で、あの、面倒くさかったんですけども、あの、サルバトーレ鈴木のですね、チャンネルの掛け合いは、マジで面白いからですね。あれは本当に標準速で見て面白いやつですね。えー、6370人なんで、 あの、まあ、後で僕が見たときにですね、せめて8000人ぐらいになっていることを期待してますけど、ぜひ見てください。あと何かなあの、この辺はね、本当に好きで、面白いと思って見てるとこなんですけども、あの、なんだろうな。ちょっと意地悪なんですけど、北原照久さんのチャンネルあの、 えー、ブリキンのおもちゃのコレクター、世界的なコレクターで、まあおもちゃのことあったら本当にあの何でも知ってるコレクター、化け物コレクターの北原照久さんという人がいて、その人があの自分のチャンネルやってるんですよね。で、このチャンネルが登録者数2010人なんですよ。で、世界的な人なんですよ。何でも鑑定団にずっとレギュラーで出演してるんですけど、海外の方が日本より有名なぐらい本当に世界的にメジャーな人なんですけども、登録者数が2010人で、で、動画、 ほとんど毎日上げてるんですよ、ね。ものすごいレアなブリキのおもちゃをその場で動かして YouTube ですから見せてくれるんですけれども、動画再生数がだいたい200回から300回くらいなんですよ、ね。でもう、あまりに少ないから僕おかしくて、あの、喋りがね、壊滅的に下手なんですよ。で、 あの、まあまあまあね、あの、初心者 YouTuber によくありがちなですね、あの、ビデオカメラ持ってる人のカメラマイクに向けて喋ってるから、北原さんがちょっと横向いたりすると声が極端に小さくなったりして、全然、なんかこう、声聞こえなくなるし、話もそのテンポよく面白い話ができる人じゃないんですよね。もう昔のコレクターだからじっくり、 自分の思いっていうのを伝えようとする人なんですけども、昔はそれがノーカットだったんですよ。でノーカットだったから僕ですら見るのが途中で辛くなったのは、最近、なんか、編集が入るようになると、北原さんが、これはね、って言ったら、プツッと切れて、次、なんかもう、おもちゃ動かしてるところに行って、北原さん辛いだろうなって思いながら、ちょっとニヤニヤしながら見てるというですね。まあ、そういう、やつですね。<laughs> なんか、ちょっとそこら辺だけ、なんか、あの、紹介したことも、あとはあれですね。 あの、毎日見てるユーチューバーは、あのね、もうね、見るのやめようと思ってるんですけども、つい見てしまうのが、あの、ヘライザーという人ですね。ヘライザーという人は、多分まだ学生の女の子なんですけどもですね、その人が、まあ YouTube、主に y o u t u b e に関してガン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 回帰なことを言うんですけども、あの、これで、ね、典型的な僕のあの、ヒットの法則ですね。ヒットの法則は、ヒットの法則は、当たり前のことを組み立てて、異常なことを言う。つまり、 ものすごい分かりやすい論理をこう組み上げていってみんなに共感できるネタですごい異常な結論に達する。またはものすごい、なんだろうな、反感を呼ぶような言い方言い方で当たり前のことを言う。これがもう本当にヒットのもう法則なんですよ。例えばブラックジャックっていうのは、あの、 なんか事故だとか、息子の病気だ、かわいそうだ、医者を呼べ、するとブラックジャックが出てきて、手術代に3000万もらおう、5000万もらおう、1億もらおう。えー、貧乏人からそんな金を取るのとんか、お前は鬼だっていうような、なんかこう、いい意外な切り口というか、あの、過激な切り口で、 命は大事とかですね。あの医、医者は何のためにあるんだとかですね。そういう当たり前のこと言うんです。で、ヘライザーさんもですね、このブラックジャック方式で、ものすごくいい子なんですけど、所詮は。<laughs> 僕見てて何が面白いかって、過激ぶってていい子っていうんですね。まあ、モノモスケってみんなそうなんでしょうね。モノモスケの YouTuber って僕時々見るんですけど、みんな言い方が過激なだけで言ってることは至極く当たり前の。 なんだろうな、そこらのおっちゃんおばちゃんみたいなことを言ってるんですけどライザーさんもそのラインに載ってるんですけどもですねなんかあの,なあのつい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 見えちゃうというかですねおかしみがあるんですかねなんかその辺ですだからその分あのブレがないんですよねつまりその過激な言い方であの健全なことを言うという軸がもうずっと一貫してるので割とあの見れる北原さんと。 同じですよね。ものすごいおもちゃをものすごい平凡な口調で説明するっていうところが僕の心の近世に増えてるので、なんかあの、西のヘライザー、東の北原デ久イというような感じで楽しんでいます。そんな、またあの、見てる YouTube の場の話や時間があったら、玄関の方で話そうと思いますけども、こんなもんでいいですかね。えー、今日本当に準備ゼロなんで、 あんまり、なんかね、一応話そうと思ったことはね、なんかメモだけ取ってるんですけども、そんなにね、大したメモがないんですよね。いや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  <laughs> そうですね。あのー、<laughs> まあいいや、こんなアニメ見たいな。まあ、あの、これからもですね、別に。 あのー、コメント読んで返事しますんでですね、気にせずにコメントとかどん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 書いておいてください。はいはいはい。雑談ものでしたね、今日は。えー、じゃあですね、限定の方に切り替えましょう。もう今日はアンケートいらないです。アンケートを見ると僕が傷つきそうだから <laughs>、携帯ケーやめといてですね。 <laughs> ゆるくゆるく今日はやってみました。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画ここまでです。まあ、あの、アップグレード情報というほどでもないんですけども、いつものようにね、レジュメをですね、準備して、まあ、メモを取ってですね、話すのと、あの、今回の動画のようにですね、出たとこど勝負でコマン、コメントに答えるのと、 どっちが楽かなっていうと、楽なのは何だろうな。楽なのはもちろん準備ゼロでやる方が楽なんですけども、終わった後で気持ちの負担がかなり大きいんですよね。いや、これで良かったのかなとかですね。なんか変なこと言ってないのかなとかですね。何だろうな。その、あんま落ち着かないんですね。うんあの、今年の3月に山田礼二先生のチャンネルでゲストに出た時はですね、まあ準備ゼロなわけなんですけど、まあたまにやるとね、確かに楽しいんですよ。楽しいんですけど、その後ですね、 あー山田玲治先生のように楽しく相手がいて話した場合はいいんですけども、一人でやった場合は後で落ち込むことが多いんですよね。だからただですね、こういう脳の瞬発力というかですね、なんかその場で考えてパッと答えるという戦闘思考力というのは使わないと衰えるんですね。あの、脳も筋肉と同じでですね、えー、使わない場所があるとどん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 衰えてくるんで、半年に一回ぐらいこういう配信をやってみてもいいと思います。あの、 コメントね、皆さんからのコメントって YouTube のコメントとニコニコ生放送のコメントと、まあ、あの、別画面でこう流してるんですけどね、3画面ぐらいで見てるんですよ。それ3画面で見るのすごい大変なんでですね、なんかあの、ニコニコは復活する前、8月になったら復活するかもしれないんで、7月中にこういうね、生配信に答えるっていうですね、ちょっと、やってみようかなと、今考えておりますという報告でした。さて今日見てもらったですね、動画の限定部分を含めた全長版、 会員の未来になっているんですけど、まあ、どんな話しているのかと言った相変わらずもう本当に出た出たとこ勝負なんですよ、えー。アニメや漫画キャラの成仏という話を挟みってですね、えー、引き続きコメントにさ応、ね、えるというですねもう雑談ですね。ユタポンをどう思うというとかですね岡田斗司夫ゼミのこの回が面白かったとか一日のルーティンを教えてというコメントにまあその場でですね応えていくんですね、えー。その場で答えてるからまあ深みはないんですけれども普段できない話をしている時もあります。続きは見たい方は更新。 の大型図書アーカイブか YouTube のメンバーシップどちらか選んであの入ってみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあまたバイバーイ